新たなライバルたちとの戦い。 e フットボールスタジアムで行われる本日のゲームです。今夜の天気は晴れ、いいコンディションの中このゲームを迎えた両チームです。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。さあ、ファーストハーフ見ていきましょう。ガンバ大阪対日本、強豪同士がぶつかる90分、トッププレーヤーの共演を堪能しましょう。今日の試合はサポーターも楽しみにしてたでしょうね、はい、いいゲームに期待したいですよね。スコールズから右へ、さあフリーだ、どうだ、シュート、いやー、よく反応しましたね。キーパーよく止めましたよね。素晴らしいですね。決定機でしたが簡単にゴールを割らせません。インターセプト、ムバッペ、ロングボールで展開、これは積極的なチェック。あ、さあ勝負だ、来た、シュート、ー大きく前線へ。さあ繋がるか、ムバッペ、スルーパスからのチャンスでしたがこれは決まりませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。日本が今のはなんとか相手のカウンターをしのいだというシーンでした。あの形からのフィニッシュは一点ものですよね。シュートミスをしてくれて助かりましたね。ちょっと集中力が足りないかなと思いますね。シュート、ゴール、ガンバ日本相手に先制点をもぎ取ります。ムバッペ、キレのあるドリブルからのこのゴール、見事でした。ボックスの中に持ち込んでしっかり決めましたよね。ドリブルであそこまで持ち込めるというのも技術の高い証拠ですよね。さあ日本、この立ち上がりに失点と、北澤さん、いかがご覧になりますか。まあ相手のパフォーマンスが良かった。シュート、おー、いやースルーパスにうまく反応してシュートまで持っていきました。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。ロビー・キーン、チームを率いるキャプテンです。ここは下げます。これもファールですもんね。早くもカードをもらってしまいます。ガンバがこの序盤で1対0という状況をどうご覧になりますか。こう序盤でリードしてますからね、非常にいい形で試合に入ってるなという印象ですよね。スコールズ、このボールに触ります。ここからですね、空いてますからね、縦行きたいところですよね。パバールからスコールズ、ベースを使う、ムバッペ、ムバッペから左へと呼んでいた。モドリッチ、さあ一気にカウンター。デュンフリース、カットに行きます。デュンフリースから久保、裏を狙っていきます。飛び出した、さあ打てるか、ムバッペ、素晴らしいセービング、やはり見せてくれますね。これディフェンスはキーパーに助けられた感じでしょうね。決定機を阻止しました。ロビー・キーン、このヘッド見抜かれませんでした。モドリッチ、モドリッチからゲレイロ、厳しくチェックします。ここは笛が鳴ります。これはイエローを食らってしまいます。さあフリーキックのチャンス、いやー見どころですよね。ここは直接キーパー止めた、ファインセーブでフリーキックを止めます。いい反応を見せましたよね。キーパーキックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が一枚上手でしたね。スルーパスを狙う、来たチャンスだ、コーナーキック、
ガンバは2本目のコーナー、日本はここまで1本。ミドル、キーパーセーブ、こぼれた、追いつけるか、シュートもあります、上げてくる、どうだ、これは合いません。シュート、際どいボール、カバール、さあカウンタースピードを上げたいところ、これはなかなかこじ開けられない、ここはつながりません。モドリッチへ、モドリッチ、裏へ出るか、仕掛けるか、裏へのスルーパス、スペースを狙う、裏を狙っていきます、これを読んでいた、ケルビン・フィリップス、モドリッチ、スコールズへ、スペースを狙った、来たか、サラー、カウンターですよ、スルーパスを狙う、これは合いません。モドリッチ、抜けてくる、スピードアップしたいでしょ、ここはキエーザへ、あっと倒された、 PK です、ここで PK、 いやー、やってしまいましたね、うわー、これはちょっと予想してませんでしたね、大事な場面です、きっちり決めなければいけませんね。触った、方向を外した、いや、決めておきたいシーンでしたよね、まあとにかく早く気持ちを切り替えていかないといけませんよね。シュート、同点、日本見事なゴールで同点に追いつきます。これは熱い一発になりましたよね、狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートでしょうね、ディフェンスの間から抜けてくるので一瞬反応遅れてしまうんですよね。日本ここで追いつきました、ハイレベルな選手が揃う中できっちりチャンスをものにできましたよ。ここでレフリー笛を吹きました、熱い前半が終了、後半キックオフ、ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに動きがありました。サイドへ、ナンバーですよ、ベイル、インサイド上がっていく、さあ裏を狙っていきましたがこれは通りませんでした。おっと、こぼれ球、ここで受けて上がる、頭できた、これはキーパー、大きなクリアでここはしのぎます、フリーで受けたと呼んでいた、ここは呼んでいました、ベイル、ポグバへ、ポグバからベイル、ゴールキックです、カバール、このパスが抜ける、サラへのボール、いい展開ですね、頭、セカンド拾えるか、もう一度こぼれます、ゲレイロ、いい守備で奪う、ポグバからベイル、フジョル、ケルビン・フィリップス、スペースへ、これはチャンス、シュート、
うまい飛び出しからのシュートだったんですが、これは決まりませんでした。あのチャンスをよく見えてましたよね。出る瞬間にはチャンスだと思いませんでしたけどもね。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ウパメカノ、インターセプトを狙うガンバがここでファウルを取られます。日本は選手を変えるようです。さあムバッペ、このパスを受ける、どうだ、シュート、防ぐ、さあアジートボール、決まってしまった。どうしたんでしょうかね、これは。北澤さん、今のプレーですがいかがでしょう。でもまあ形はどうあれ1点は1点でしょうね。さあガンバオンゴールで失点してリスタートとなります。まあもらった方としては非常に大きな1点ですし、与えた方としては相手が相手なだけに ねちょっと悔やまれる1点になりますけどもね、はい。ああこれファー、取らないですか、レフリー。スペースを狙う、キエーザ、おーこれいいですよ、キエーザからの頭だ、止めた、スペースを使う、ベイルが受ける、さあムバッペ抜けた、さあ勝負、切り込むか、シュート、おーさらに来る、いやー同点、ガンバー、いやーこれは北澤さん、このゴール決まった後っていうのはやっぱりゲーム動きますよね。ロビー・キーン、いやーよく反応しましたね。セカンドボールによく反応できましたよね。あらかじめ予想しとヘッドだ、ゴールガンバ、ゲームをひっくり返します。ボールを奪ってからの一連の流れ、素晴らしいフィニッシュでした。いや動き出しのタイミングもバッチリで、いい崩しでしたよね。ディフェンスとしてはあれはちょっと対応できないですよね。ムバッペ、今日2点目です。さあガンバ、このアドバンテージをどう生かしてくるんでしょうか。ガンバとしてはこれでチームに勢いも出ますし、大きな1点ですよね、はい、ガンバは3本目のコーナーになります。日本はここまで3本、ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったんですけど、うまく止めましたよね。サラーへ、日本としてはまだ時間ありますからね。形は作れているので、なんとか1点差し上げたいですよね。ムバッペからベイル、ここはすぐ奪い返します。サディオマネ、このボールをカットします。残り5分を切っています。ガンバとしてはこのまま終わりたいですよね。そうですね、ここは対面でホイス、おっとシュート、ガンバとしてはそろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり試合を締めたいですよね。ウィリアン、さあ左へ預けて、ウィリアン・カルバーリュからウスマヌ・デンベレ、裏を狙う、これ仕掛けるか、クロス、シュート、手元の時計ではもう時間がありません。アディショナルタイムは3分という表示です。クリスティアーノ・ロナウド、これはファウルでしょう、イエローカードです。さあ選手たち集まっています。ガンバ、今のでイエローカード2枚目となりました。日本はこれで交代枠をすべて使い切りました。フィリッポ・インザーギ、ここで入ります。これは攻撃に厚みを出したいという、ここで笛です。
3対2、ガンバ逆転で撃破。ムバッペ、今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。北澤さん、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。どちらに今日勝利の女神が行くのかって分からないような展開でしたね。